まあ今日は砂川判決の解釈に議論が集中したんですけれどもこうした中、ですね安倍総理大臣が維新の党最高顧問の橋本大阪市長とまあ昨日、会談しましたえ与党キャップ、布施さんこの政界引退を表明した橋本さんとですね会談をして何を話し合ったのかそしてこの話し合いの中身がですねこの安保法制の審議にどんな影響をもたらすんでしょうか。 はい、えー、残念ながらその会談の中身は誰も語っていません、えー、ただ昨日の会談を受けて、まあ、ここにきて維新の党の動きが、えー、にわかにクローズアップされてきています、えー、政府・与党は安保法制の成立には強行採決も辞さない構えで来週24日に終わる国会の会期を2か月程度延長することを検討していますただ与党内にはこれだけの法案で強引にやれば政権基盤に影響しかねない 来年選挙を控える参議院議員も黙っていないだろうと強行採決には慎重論が根強くありますそしてその強行採決を避けたい政府与党が熱い眼差、ま、しを向けているのが維新の党です昨夜の安倍橋本会談では安保法制の取り扱いも話し合われた模様で会談後橋本氏は自身のツイッターで民主党とは一線を画すべきだと発言しています政府与党にとっては 維新の党が賛成こそしなくても採決にさえ応じてくれれば、強行採決という見え方は薄まることになります。維新は今週金曜日に独自の安保法案を出すとしていて、与党は維新案の準備が整い次第修正協議に入り、取り込みを図りたい考えです。